どうも、レゴラジです。本日もブックオフにて中古レゴを2つほど買ってきました。まあ、見ての通りね、ちょっと大きいサイズのレゴを2個買ってきたんですけど、今日はそれを紹介していこうかと思います。まずはこちらですね。これ、出たばっかだよね。2024年の新製品だったと思うんだけど、レゴスペースシリーズ。 まあ、レゴシティのスペースのシリーズになるんだよね。これ、続編も出ててね、えー、期待値がかなり高くなってるシリーズなんだけど、一応まあレゴシティのシリーズになっております。えー、その中から、これなんだっけこれなんてやつなんだっけ今、よくわかんないけど、ミニフィグもね、かなり、かっこいいんだよね。だからスペースのあのマークは付いてないんだけど、まあレゴの宇宙シリーズということで発売されているセットになります。 こちらのシリーズはレゴ公式のオンラインショップで専用のページが作成されてますね。レゴシティ宇宙関連製品ということで、まあ、スペースのセットがいろいろ載ってるわけなんだけど、こうなすごいよね。 宇宙基地、うん、宇宙基地かなこれなんだろうね。発射準備完了って書いてあるから、まあそんな感じなのかな。んで、今回買ったのはこれかな多分これかなうん、よくわかんないけどね。で、あとこんな宇宙船みたいなのもあるし、まあこうやってね、この下の方にいっぱいいろいろ出てますけど、まあ新しくも発売されてるんだよね。新しく発売されてたすげえかっこいいんだけどね。で、今回買ってきたやつはどれかなこれかな クレーン付き指令探査車というセット、9980円。ちなみに7000円で買ってきました。うーん。アマゾンは売り切れててね、すごい値段になってて、おーと思ってね、買ったけど、まあ、普通にまだ買えるセットだね。出たばっかりだからね。えー、製品番号60432の758ピースで、7歳以上対象になってるのかなうん。宇宙探査に出発しよう,うん。7歳以上のおもちゃ。うーん。こんな感じでミニフィグがすごいよね。かわいいよね。うーん。 ま、こんな感じとなっております。で他にもね、えー、宇宙科学研究所。これ、宇宙人とかね、エイリアみたいなやつね。これ紹介したよね、一回ね、うん。これもいいですね、えー。宇宙基地とロケット発射台。まあ、こんなセットも発売されてて。まあ、この宇宙シリーズでね、えー。これ宇宙旅行船。宇宙シリーズで安いね。2980円。240ピース。やっぱレゴシティはいいね。価格帯が安くてね。 ああ、ということで、宇宙シリーズ、たくさん集めて、たくさん遊ぶことができるセットになってます。いや、いいな、これ。もっとかっこいいの。いやいやいや、ま、まあ、まあ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 、ということで、こんな感じのシリーズとなっております。 まあ、7000円で買ってきたものが、まあ1万円ぐらいの商品だったっていうことで3000円ぐらいお得に買えたのかな。まあ、いつも買ってくる中古レゴはね、もっと相場とかけ離れた感じで買ってくるんですけどね。まあまあまあ、良かったんじゃないでしょうか。そして次がね、ロボブーストのこの、 何回か中古で買ってきてるんだよね。これみんな諦めちゃうのかもしんないね。うん。<laughs> これね、なんかいろいろ入ってるんですよ。モーター、モーターじゃなくてなんか、うん、タブレットと繋いで動かすやつが入ってる。ということで買ってきました。えっ、ー、とね、2700円ぐらいだったかな。うん、まあ一応中身を見て購入してきたんですけど、まあ、モーションセンサーしか入ってなかったっぽいですね。で、2700円なんで、まあ、うーん、 ん安くはないかな。で、パーツはこれだけしか入ってなかったんですよ。まあ、動画のネタになるかなと思って、ついついね、もう買わないっつってんのにさ、買わないっつってんのに買っちゃったんだよね。まあ見ての通り、忍者号のミニフィグル。<laughs> なんか知んないけど、忍者号ゴーのミニフィグが入ってるんですよ。そしてこれお店の人がやってくれたと思うんですけどね。えー、色ごとに分けて、えー、しまってありました。これはありがたいですよね。で、これ人気のパーツですね。キャタピラ。うん。これはね、ありがたい。これもね、なんかね、気づくとね、うん、いっぱい溜まってるんだけどね。まあ、これ高く売れるパーツですね。まあ、売っちゃおうかな。ま、あいいや。 <laughs> で、で、若干ね、このね、猫ちゃんとかロボット作れるセットなんですけど、装飾品なのか、もしくはさっきの忍者号の武器のパーツなのかよくわからないんですけどね、細かくは見てないんだけど、こんなの忍者号のパーツだよね、多分ね。うーん、その辺をちょっと細かく調べて、まあ、このミニフィグ忍者号だけ抜いて何のセットなのか確認していこうかなと思っております。えまずはグレーのパーツですね。これは、このロボットのセット かなプログラミングのセットかな。ここにね、ロボットの顔とかありますしね。で、状態はいいですね。色あせたりもないし。まあ、古いセットじゃないからね。最近のセットだからね。で、さっきも言ったけど、このね、あの、プログラミングのセット、中古でね、よーく見かけるんだよね。うんで、たまにね、すごい安かったりね。あのー、全然未開封で、あの中身だけ未開封でね。 あの5000円とかで売ってたりする、まあ、かなり有料な中古シリーズになるんですけどこれさやっぱみんな無理なのかな諦めちゃうのかね プレゼントとかでもらったとかさ、子供にやらせようと思って買ったとかさ、でも全然難しくてできなかったみたいなね。多分そういう人多かったんじゃないでしょうか。ということで、このモーションセンサーかなあれに反応して、ま、あ壁にぶつからないようにするとか、そういう感じで遊ぶんでしょうかね。私もこれやったことがないのでわからないんですけどね。ということで、ミニフィグ出てきましたね。ゼントええと、回、えー、じゃなくて、ゼンとなんだっけ、青いの。<laughs> 覚えてないですね。あとで見ていきましょう。あとはね、なんかね、んちょっと正紀末感あふれるミニフィグのモブかなこれ、モブになるんでしょうかね。出てきました。であと、このタイヤですね。このタイヤが1個しかこれ入ってないんだけど、これは、このプログラミングロボットのセットなのかなまあ、その辺もね、まあ、よくわかんないです興味もないですからね。うん。ということで、これさ、黒だけな、ね、集めるのはいいですけど、黒だけだとさ、もう何が入ってるか見つかんないんだよね。パーツ探してる時ってさ、同じ色は 集めちゃうとさ逆に見つけづらかったりしますよね、うんうん、ということでこれ調べていきましょうはいということで Google レンズでま全、あのミニフィグを え、パシャリとやったところ、これですね。え、70655ドラゴンピットというセットですね。ドラゴンピット、日本語だと、えー、ドラゴンのピットですね。えー、ということで、え、アマゾンではもう廃盤になってね、2018年、6年前のセットなので、まあ、やや高くなってるセットですね。 だからといって、まあ、ミニフィグにレアなものがあると、そうでもないようで、まあ、これですね。まあ、この一番上のこれじゃない、これじゃないこ、あ、これだ、これだ。ヘビー、ヘビーメタルだ。ヘビーメタルのミニフィグの、この傘の部分ね、上の傘の部分が違うパーツになってて、えー、コールの、この頭のパーツが、この、 ヘビーメタルについてた感じかなうん。まあそんな感じですね。まあ別に特にいいかなで入ってたのが J のミニフィグと、この Zen のミニフィグですね。まあこれどちらもレアなパーツじゃ、パーツじゃないなレア。レアなミニフィグではないようですね。どっちもそんなに高くはなってないね。だね。200円とか。まあちょこで200円。まあ、まあ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 、いっぱい売れたセットですからね。 ということで、まあ特に面白いことはなかったかな。まあなんか安く買えたのか、それとも高かったのか損したのか、ちょっと若干微妙なとこではございますけど、うーん、動画のネタ的にはどうなんでしょう。まあこのキャタピラーをね、 えー、100個とか200個必要になってくる場合があるんですよ。あの、レゴを組み立ててるとですね。自作してると。まあ私はそんなことないんですけど。まあそういうパーツを目当てにね。うん <laughs> 全然、俺にとってはお宝でも何でもなかったですね。ただ、動画のネータとしては非常に良かったんではないでしょうか。そうなんだよ。このセットとかさ、箱物とかで買ってもさ、全然関係ないさ、ミニフィグが入ってるなんてことは、もう非常に、非常によくあることなのでね。うん、まあ、中見てから買うのはもちろん必須なんですけど、こういうこともありますよ、ということで。本当にね、こういうことでたまに激レアミニフィグが見つかるなんてこともありますのでね。え 皆さんまあ、中見てから買いましょう。